はいどうも皆さんたち、ミタです。今日は、1.13 で挙動が変わった、みんな大好きピストラを、1.13 でも使えるピストラを、サイズ別に紹介していきます。1×1、2×2、3×3、高速振るい、などなど、あなたの欲しいピストラが、ここに、あります。はい、じゃあまず、1×1 のスポナータイプのピストラの作り方から、こちらは、ケーキとかの幅が1マス未満のブロックでトライデントをせき止めるタイプ。こいつの作り方はまず、ここがモンスターが落ちてくる処理層だとして、その裏にピストンを置きます。で、今回チェストは横に置きます。前でも構いません。チェストに向かってホッパーを接続して、クロック回路いきましょう。まずピストンのサイドにトーチを刺してレッドストーンに落とします。それをリピーターで伸ばして、不透過ブロックへ伝えたら、レッドストーンを置いて、クロック回路完成です。レバーで制御しておきます。トライデントをせき止めるための幅の狭いブロックはケーキ、エンダーチェスト、金床などがあります。1.1 音からはハニーブロックも、ここに置きますね。この隙間からアイテムを吸い込まれていきます。囲って、あ、食べちゃった。一個ぐらい食べても大丈夫です。周りを囲ったら、トライデント刺して、スイッチオン。当たります。ノータッチの1ティックで、ぴょんぴょん避け続けるやつが出る場合は、2遅延および3遅延にしてやると、程よく当たります。経験値は張り付いて回収します。この時、ひっついてしまうとトライデントを拾ってしまうので、トラップドアを立てておくと拾わずに済みます。続いて、ホッパーの上なのにトライデントをヒットさせる方法。通常ホッパーの上は、ホッパーの上にピストンのアーム部分があるトライデントはヒットしません。が、これを当てる方法があります。このホッパーがどこかに接続されていれば、ホッパーが流れ込めるアイテムに繋がっていると当たります。これを利用したのが、こちらになります。今回はタルーハーフブロックでせき止めて、アイテムと経験値が重たいので、ドロップしないようにしておきます。で、こちらも、引っ付けすぎないようにトラップドアを立てかけてやって、スケさんはこれで OK です。スケさんはこれで OK ですが、ゾンビはケーキをすり抜けてきたり、このサイドからはみ出したりするので、1ブロック未満でせき止める場合は金床を使います。そして最低でも両サイドは不透過ブロックにしてください。両サイドに刺しておくと、しばらくはチピゾンビがどちらに偏っても倒せます。稼働してるうちにトライデントはどちらか片方に寄ってしまうので、チビゾンビはこの風に残ってしまいますが、ずっと溜まげ続けるわけではないので大丈夫です。ただこれでもまだはみ出す、まあ、この前とかも結構危ないので、不透過ブロックでガチガチに囲んでおいた方がいいと思います。ガチガチの。ガチガチやで。ガチガチの。ガチガチやで。このスライムブロックはちょっと透けるから使ってるだけで。特に意味はありません。両サイドに刺しておくと、チビゾンビがどっちに行っても倒せますが、いずれこのように片方に寄ってしまうので、それでもこっち側にずっと溜まげ続けることはないので、大丈夫です。これがどうしても気になる方は、こんな風に、両側からピストンで押し返してやる方法もあります。先ほどのピストンの横にトーチさせて、このリピーターを、オブザーバーに変えただけですね。それをそのままレッドストーンパウダーを引っ張ってきただけです。ホッパー側から作ってトーチから伸びた先に床のアグ方のピストンを置きます。これもいつまでも持つわけではありませんが、何十匹も乗ってきた強力な負荷がかからない限り結構持ってくれたりします。トライデントが横に外れてから当たらなくなってしまうことはあります。両サイドからチビゾンビを蹴散らすので非常に凶悪な技です。このピストラはカニバサミと言います。カニバサミと言います。カニバサミというのは柔道の技名から来ていて、
JOC 会長の山下氏も骨折したことのあるほど危険な技です。柔道では禁止技に指定されています。それを絵で描くとこうです。そしてこれをこうです。ねえ、危ないでしょう。危険そうな技でしょう。はい、それでは 2×2 の風車型を作っていきます。こちら 2×2 の風車型になります。トライデントをローリングさせて、ローリングさせる循環式になります。こちら雲でもブレイズでも OK です。先ほどのチビゾンビだって心配ありません。ラビッチャーでもいけちゃいます。このまま襲撃トラップの処理層にも使えなくもないですが、にも一応使えますが、最低でもその時は最低でも壁を二重、不透過ブロックで二重に囲ってやるとかした方がいいですね。それと襲撃トラップに使うならこっちの 3×3 の方が超火力になります。オブザーバーとトーチだけで繋いだやつとリピーターで繋いでいったやつがあります。はい、まず処理槽の床を 2×2 で作ります。そしたらピストンの土台を設置、ピストン置いてしまいましょうか。そしたらスタート地点はオブザーバーのね、お尻を不透過ブロックに向けて、土台から信号を受けたピストンにトーチを設置します。そのトーチをオブザーバーで観察、そのピストンにトーチ刺して観察、トーチ刺して観察で回ってきたら、最後のピストンにもトーチを刺して、その下にドロッパーを置きます。するとドロッパーのオンオフをスタート地点の観察者が観察して循環します。回収はここにホッパーを置きます。この部分にホッパーを設置して、ここもドロッパーでつなげます。これで OK。 簡単だね。あとは囲うだけ。経験値の穴は経験値はここから取得します。これは雲が登りにくくしてるマグマブロックですが、サバイバルではあまり効果がないので、ここに溶岩を入れてボタンや看板でせき止めると OK です。トライデント1本でいいと思いますが、3本刺しときますね。どうせ1箇所に集まるので。もう1個のリピータータイプの方も作っていきます。こちらも 2×2 で処理槽の床を作ったら、ピストンの土台を設置、オブザーバーのスタート地点も同じですね。そしたら最初だけ土台をずらしてリピーターでつなぎます。はい、リピータースタート、ノータッチ、不透過ブロックに伝えて、この上にパウダーで最初のピストンにはこのルートで伝えます。でここをリピーターで送らせて次のにつないで、パウダーで出てきたやつを上で次のピストンに、ここもノータッチでつないで、ここも同じくつないで、でここの回収が、ここがホッパーですね。ここがホッパーなんで、やっぱ、ここに、あ、おなら来た。あ、リカリオさん、おかえりなさい。ホッパーからアイテムを回収したい。でも、この、リピーターから、このピストンに信号を伝えたい。その二つの願いを同時に叶えてくれるアイテムが、こちら。ドロッパー。ショックは。ドロッパーです。ドロッパーだとピストンに信号を伝えながらこっちにアイテムを送ったのをドロッパーで受け取ります。これドロッパーをこっちに向けてレッドストーンでもいけるんですけど、ドロッパーダメ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 、ドロッピー、テレが入ったがいかん。それでまあ仕上がってなかったです。パウダーでも循環するけど、ここに立つとトライデントを拾っちゃうんですよね。こう待機するときにここにうっかり侵入してしまうと、こう拾ってしまうので、それを防ぎつつ、ピストン動かしつつ、循環させつつ、
アイテムも回収するにはドロッパーをこっちに向けて、もう一個ドロッパー、ドロッパーのドロッパー、バカのバカ娘がオブザーバーの顔を見るといつもなんで泣いてるのっていう。あ、本当だ、オブザーバーってこんな悲しげな顔してたっけね、うん、まるで私のようだね。キモこいつキモ。このまま発射されるので、そのまま仕分け機につなぐなり、チェストで回収するなりするかはどっちがで、これも前に置いたり横に置いたり、どっちがにするかはあなたが決めることです。自分で回収はこれで一緒ですね。もしほらマルチとかで投げ直したいなっていう時は、まあ、ここに乗っかれば拾えるかな。もう拾えた。投げ直しの穴も開いてますので、なんて使いやすさだ。性能申し分なし、アイテム回収簡単、投げ直しも簡単、素晴らしい自分で自分を褒めたいと思いますね。投げ直し簡単って結構、いやこれいいわ、欲しいわね。そうか、うちに一家に1台、いや2台ぐらい欲しい。何が？これ早く世に出したいわこれね、早く出たいよねお前も。うんとこのマグマブロックはもう飾りだと思ってください。そういうタイプがあります。処理性能は大差ありません。大差ないけど若干こっちが早いかなっていう程度ですね。でも先に説明したこのオブズバーオブはい、ではいよいよ 3×3 の万能ピストラ嵐を作っています。嵐の方、あ、ランの方。はい、まずこれですね、この処理槽の床、黒いガラスが処理槽の床で、黄緑のガラスが待機場所の床になります。待機場所の床から2マス空間を開けて、ホッパー、トロッコとホッパーの分、処理槽の床、待機場所の床、2マスの空間を開けて、回路は床下に隠していきます。その回路の土台を 5×5、 この回路の土台 5×5 のまず四隅に不透過ブロックを置いていきます。そしたらここが待機場所ですね。待機場所をスタート地点にして、リピーターを3回タッチの4ティックスで、パウダーを伸ばしてトーチをで繋ぎます。でパウダー伸ばしてトーチ、パウダー伸ばしてトーチ、で最後はスタート地点の土台までパウダー乗っけます。これでクロック回路完成です。回路のメインのクロック回路になります。したらここが真ん中ですね。この中央のピストンとトロッコ、ホッパーここ中央に来ます。ドロッパーの位置は待機場所から見て中央より1マス手前の右向きに設置、それに向かってホッパーをくっつけます。トロッコを乗せてこのドロッパーへ2タッチのリピーターを2タッチの3ティックスで、あご3、これ3、3つないだら、このドロッパーをオブザーバーで観察します。それを不透過ブロックで受け取って中央のピストンを動かします。この時ドロッパーの目の前になんかブロックを置いとくと、こんな感じでここからアイステムを回収できます。これ直接チェストをつなぐなり、水流で運んで仕分け機までつなぐなり、水流はただホッパー節約してるだけなので、チェストに直接つなぐか、ホッパーで運ぶか、水流で運ぶかはあなたが決めることです。でそして次はここに処理槽の床が来ます。 3×3 だらこのクロック回路のパウダーの部分を上からオブザーバーで観察します。そしたらその出力先にピストンの土台を置いていきます。その土台の上にピストンを設置、もうこれプライデントを投げて囲ってやれば完成です。
ここはスタート地点が4チェーンのアゴさん。これ3スタン。これ3チェーン。ドロッパー側は3チェーン。がベターだと思います。こうすると、経験値オーブは流れて、流れも邪魔しないし、残り1匹でぴょんぴょん下げ下げすることもないので、アイテムを回収できないってこともないし、よく喋るね。はい、じゃあ襲撃トラップ、襲撃、ウィッチトラップと襲撃の旗持ちトラップを作ってこう。襲撃者の脇座標はこの階段登ったところから2マス内側点ですね。で、カレンピタ社でもご紹介したこの図画師テクニックはこの北。この北はね、翔くんこれ。このほら。木材、うん、このほら、うん。一番つぐつぐのところ、この線が。今俺、一個も線がないところ。この一番つぐつぐのところが北です。この北を向いて、ね、略奪者はこの北西の角に湧くので、このね、つぐつぐの北を向いて、北と西と脇座標の一マス上を塞ぐのが図画して、北西に沸かせるのが図画師テクニックですね。でもほら、一点差になってから、この西側のガラスに埋まって湧いちゃいますっていう報告が多数上がっていて、このトゲでもそういう状態でした。なので、そういう時は素直に、こうやって、この西に湧いたところに落とします。素直にその脇座標の西に落としていきます。ここですね。ここに落ちる。から、下の階に行ってですね、片付けてなかった。ここから落ちてくるね。で、ここに樽を置いて、略奪者が落ちてくるとここにホッパーを設置します。で、ここのホッパーの上に略奪者着地するからね。ここにピストン。で、このトリップワイヤー服を出力にしていきます。ここに糸が来てほしいから、で、ここにトリップワイヤー服ね。だからここにブロックを置いて、ワイヤー服、反対側に回って、ここにトリップワイヤー服が来ると、ピストンに触っちゃうから、トリップワイヤー服が触らないようにここにブロックを置いて、ここにフックね。で、これを糸で繋げます。OK。邪魔。繋がった、ね。邪魔。はい、糸が繋がりました。そしたら、この、まあ、この建物の向きによるけど、今回はここに柱があるので、そのまま使っていきます。ここね。ないときはここにブロックを置いてください。ここにトーチを刺します。で、ここを開けてやって、これ見やすいようにね。そしたらここにパウダー。柱の下を破壊して、ここにちょっとリピーター置きたいから、なんかブロックを置いて、ここにリピーターを置きます。ノータッチの1ティックで OK。で、ここにパウダーを置くと、これでクロック回路が完成します。でもいつもつけっぱなしでいいやって人はもうこのトリップワイヤー服も省いてもらって結構です。で、制御したい方は、トリップワイヤー服つけた後に、ここも開けてやって、トリップワイヤー服の不透過ブロックにトーチ。そしてこの、レッドストーンパウダーでつなげてやると、略奪者が湧いて、糸に触った時だけ、ピストンが作動します。なので、ここにピストン、トライデン刺してやっといたが、略奪者が湧いた時に、ガシャーンってね。OK。これはウィッチトラップにも使えます。ウィッチトラップと、略奪者の旗持ちトラップの作り方でした。です。27マス、じゃねえや、25マス離れます。ああ、アップするまで待った、アップするまで待った。ああ、間に合わなかった。もう一回、もう一回、もう一回。起きた。はい、オッケー。はい、襲撃トラップはですね、もうすでに、カギミタ社の襲撃トラップを作られてる方は、3×3 の万能ピストラを、そぎそうにそのまま移植していただければ OK です。移植しただけのバージョンに行きましょうか。
もうすでに鍵満た車の初号機または2号機を作りの方は三角エグさんのピストが移植してもらって、脇層がね9ブロックじゃ1時間に1回ぐらい地上に湧いちゃうので、これ10マス目作ってますが、他に水濠とか脇層が他にある方はこの穴は開けなくて大丈夫。窒息、はみ出しと窒息対策の不透過ブロックで二重に囲ってやればあなたは大丈夫です。でも絶対ここに隙間は作らないようにしてくださいね。そこだけご注意。で先ほどお見せしたこっち側はもう脇層も処理層も、脇層と処理層を兼ねた入襲撃トラップになります。こっち側の詳しい作り方は入襲撃トラップの動画で紹介したいと思います。壁に埋まっちゃうやつの押し返し機構とこの10マス目の脇層の乗っかったやつも押し返し機構も取り付けてあります。分けよ置いてくれ。シンプルに感圧板踏んだらトーチが反応してそれを観察してピストンで押し出すとか、今度はこんなシンプルな機構です。詳しくは入襲撃トラップの動画を見てね、待っててねこんな感じで、ここだけねちょっとね、OK、はーい、はい、じゃあ超高月ガーディアントラップのピストラの作り方です。ゲート2マスマグマ、マグマ石止めの雲の数の、はい、じゃあ後ろに回ってピストラ部分だけ見ていきましょう。ネザーゲートから出てきた場所のここですね、ネザーゲートの1マス横のラインに処理層が来ますね。このこれがね柱があって、これ真ん中。ここは壊して、両端に3マスつけます。処理層は6マスなので、これプラス1マス。ここは壊す。そして、粘着ピストンね。こっちは伸ばした状態で、伸びたことを想定して、この位置にスライムブロック。これは角に。粘着ピストン。たらこっちのピストンに土台置いて、こっちも土台置いて、で、この土台のピストン、右側のピストンの土台に、トーチ差しの、伸ばしの、つなぎの。これでクロック回路になります。で、正面からも制御できるように、こっち側にレバーをつけることを想定して、パウダーをつなぎます。とりあえずこっち側からも制御しておきます。でもこれお役御免。で、このまま、このトーチから、左側のピストンの土台にもつなげます。これでレバー制御解除してやると、はい、OK。ログアウトすると、バラバラになるんで、その時は、その時のためにこの、押し返しピストンがあると便利です。こっちはね、2段階に押したいから、エクスパンダにして、これ、こっち粘着ピストン、こっちだけ。こっちだけ粘着ピストンで、こっちは普通のピストン。これ普通のピストン。こんな風にしてやるとね、2段階に伸びますから、押し戻して、楽に押し戻してやります。ね、2回クリックの3ティックスで、つけた時も楽にこれで押し戻せます。OK? Understand? あれ大丈夫か、分かった分かっ、OK? うんうん。よし、OK。OK ね。はい。あと、この上にトライデンツさせて揺らしてやってください。はい。というわけで、1.13 でも使えるピストラ集でした。こんなピストラもあるよ。とか、仮見他社のピストラでも、ここの遅延はこうしたらもっと良かったよ。などなど、フィードバックも大歓迎です。それでは皆さん、良き。ピストライフを、バイバイ。